韓国の音楽市場を牽引し続ける韓国の4大芸能事務所 HYBE、SM、JYP、YG、 2024年どこの事務所が世界から見て注目されているのか解説していきます。まずブラックピンクがグループとして再契約を結んだ YG、 YG の動向も注目ですが、今多くの証券会社がトップピックとして挙げているエンタメ銘柄は HYBE と JYP です。特に世界的な K-POP ボーイズグループ BTS が所属する HYBE は2024年末に株価大爆発が予想されています。というのも2023年9月には BTS メンバー全員の2度目の再契約が無事に行われ、12月12日をもって兵役期間に入ったことで先行き不透明なこともなくなりました。全メンバーたちが再び揃うのは2025年6月の予定で、グループ活動も再開すると見られています。その時世界中の BTS ファンによる空前のリベンジ消費が起こる可能性があるため、その動きが2024年末の株価に反映されると分析されています。また BTS の活動空白期間中にも HYBE の実績は改善される見込みです。HYBE のアーティストは購買力の高いアメリカ市場で需要が高いことから、2024年デビュー予定の新人グループの利益成長も大きいと見られています。 HYBE は米国市場でメジャーレーベルになるという目標もあります。 HYBE はすでに日本法人 HYBE レーベルジャパンを通じてボーイズグループ NTEAM をデビューさせています。日本で成功したノウハウを今度はアメリカに生かすと思われます。 JYP も同じです。韓国では TWICE、 日本では NiziU を輩出し、ガールズグループの名門と呼ばれる JYP は2024年にアメリカ6人組ガールズグループ BiCHE をデビューさせます。また Niji プロジェクトシーズン2から誕生する日本の新しいボーイズグループ NEXG、 それに中国練習生グループプロジェクト C もデビューする予定です。アメリカ、日本、中国は音楽市場の規模や購買力において未来潜在的な成長価値が高いです。 TWICE の生みの親でもあり、 JYP の総合プロデューサーでもある JY パークはこのような戦略を K-POP の未来と呼び、今後も K-POP の現地化戦略を進めていくと意思を表しています。2024年の K-POP もすごい楽しみです。ご視聴ありがとうございました。これからも韓国の情報動画を発信していくので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。また会いましょう。